榊ぶどう酒醸造のシドル4本を飲み比べしていきたいと思います。いいね。いただいちゃいます。はい、早速じゃあ。早速。乾杯。本物のゆずをこういうので絞るんです。続いて3本目、はい、またフレーバーですけども、はい、今度は、ジンジャー蜂蜜、生姜と蜂蜜です。蜂蜜、生姜とリンゴと蜂蜜なんで、そうか、相性いいのはやっぱり中華鍋で、ね、ゆず散らすじゃん。あれに、ね、絶対合う。湯豆腐、アップルパイとかも面白そうじゃないですか。いい、間違いない、ね、あ、いい ね、そうね、そのシナモンさとね、そうそうそう、アップルパイ食べたい、ね、ちょっとね、あ、なに、かわいいこんにちは、ウィートーク長野ワイン、ご覧いただきましてありがとうございます。長野県、榊町にあります榊ぶどう酒醸造株式会社、グループ総括料理長であり、榊町のワイナリーレストラン美濃寺があった榊のシェフを務めます、私小出と、長野市のフレンチレストランシェーンマサの、はい、オーナーシェフであり、ソムリエの鶴田さんで、はい、今日はシェフのシードル試飲会をテーマに、榊ぶどう酒醸造の、シドル4本を飲み比べしていきたいと思います。いいね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ザ・忖度、そうそう珍しいね、でもね、ね、シードル飲み比べシードル飲み比べ、なかなか日本ではあのシードルありますけど、うん、フレーバーシードルってまだ少ないんじゃないかなと。そう ね珍しいよね。うち の、 あの醸造長のハーワードは、うん、アメリカで14年ほど醸造やってたんで、やっぱアメリカに行くと、うん、あのシードルのフレーバーってすごくあるんですって。へー、あのベリーを入れたりとか、あの、まあね、いろいろこうフレーバーがあって楽しめるっていう、気軽に楽しめる感覚なシーンですよ。うーん、で醸造長がやりたいっていうことで、あ、そうなんだ、はい、へー、あのやってるんですけど、これをね、今は4種類をシェフと一緒に飲んでいきたいと思うんですけど、いや、まあ、楽しみ。シードルってシェフはどんなイメージなんですか。うん、僕ね、うん、あのまあ、フレンチなんで、やっぱしあのフランスもね、シドル、ブルターニュのシドルって有名じゃないですか、そば粉のガレット、ガレットとね、うん、はいはい、そうそう、でそれをね、若い頃にね、初めて知って、すごく一時ハマった時期で、そのシドルの、まあ、おすすめのポイントというかなんですけど、はい、シドルって、まあ、甘口から辛口、はいはい、まあ、ワインもそうなんですけど、うんうん、あの幅広いじゃないですか。広いですね、で確かに、あのシドルってこう、まあ、いわゆるワインとか日本酒とかもそうですけど、よりちょっとアルコールが若干低め、うん、8度とか10度とか、うん、なんで非常に、まあ、あの例えばアルコール今まで飲んでなかったり、まあ、これから飲もうとしてる、はい、まあ、20歳とか、ね、そういう人たちも、アルコールの入り口として、アルコール飲料の入り口としては、そのいきなしビールとか日本酒とかワインとか、あとは、まあ、これからワイン飲んでみたい人とかっていう人の入り口には非常にいい飲み物じゃないかなと思ってて、で特にこのフレーバーシードルなんか、僕個人的なんですけど、はい、やっぱこう甘さと、はい、まあ、アルコールもそんなに高くないっていうのもあるし、非常に飲みやすい、うん、なんで非常にそういった意味でも、いろんな飲み物の入り口としては、こう、まあ、乾杯も含めて、ね、はいはい、すごくいいと思ってます。そうですね、はい、あの口当たりが柔らかいんでね、うん、本当にこうおっしゃってる通り、あのアルコールも低めで、うん、グビグビいけるって感じで、うん、もうね、暑い日にね、そう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 、飲みたい飲みたい飲みたい。シェフはね、お家で何飲まれるんでしたっけ。うん、ビール、なぜシードルそうね、まあ明日からは ね、いやでも夏に、うん、暑い夏に、まあ、ビールもそうなんだけど、はい、でもね、やっぱね、これね、このフレバシード、特に僕、はい、まあ特に僕ゆずのやつが個人的にすごく好きなんですけど、夏帰るじゃん、帰って暑い時にまずでね、しかもね、このね、シードルのね、まあ、そのビノデラガスさんのこのシードルの量的にすごくね、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい、700いくつフルボトルほどないし、はいはい、そうですね、300とかって200ぐらいの物足りなさもない、はい、飲む人がね、特にこう、まあ、奥さんと2人で飲むぐらいだとちょうどいいのよ、そう、2人だとちょうどいいんですよね、ちょうどいい、ちょうどいいんですよ。まずさ、うん、暑いから一杯あーって飲むじゃん、で飲めるんだよね、はい、そこまでアルコールも高くないし、はいはい、飲みやすい甘さもあるから、うわーって飲んで、で2杯目もう1回ね、うんうん、次ゆっくり飲む、もうね、ほんと五臓六腑に死んでるっていう仕事の疲れが吹っ飛ぶ、そう、これを、ね、癒してくれる、このだろ、これほんのりとした甘さがいいんだよね、やりますね、佐賀木フレーバーシード、ほんとにだから僕好きで、個人的に、あ、そうですか、忖度じゃないよ、忖度じゃないんですけど、すごく好き、ほんとに嬉しいですね、うん、
本当におすすめです。最初の一杯として本当におすすめ、うんうん、もうそんなこと言われたら早く飲みたいですね。そうね、いただきますか、うん、いただきましょう、いただいちゃいます、はい、早速じゃあ、では乾杯。まず1本目 は、うん、これはあのスタンダードな、うん、あのリンゴ、榊町のリンゴを使わせてもらって、うん、あのうちの醸造で、あのガスはね高橋さんに入れてもらってます、うんうん、だからプレーンなやつだ ね、 ね、何のフレーバーもついてない、はい、プレーンなシードルだね。やっぱり当たりはねこう少し甘みがあって、この先ほどシェフが言ったようにあの飲みやすさはあると思うんですよ、うん、ある。でアルコール度数も 5.5% ぐらい、はい、だからまあビールとほぼ同じなんだけど、うん、やっぱりそのビールと違って苦味があんまないから、そうですね、このリンゴのこうフルーツのね、うん、感じとかと本当にリンゴ噛んだような感じにちょっと炭酸が入ってる感じの、やっぱりこの酸も残ってるので、飲みやすいというか、お食事にも合わせていけるかなっていう感じがしますよね。そんなこと言ってるね、沈んじゃってね、終わっちゃうね、これね。いっぱいずつ終わらしてきます、ね、飲みすぎちゃいそうだね。で、ね、うん、まあ、でフレーバーいきますか。そうね、次じゃあ、ね、はい、ぜひ行ってみましょ う、はい、続いて2本目は、うん、フレーバーの入った、うん、シードルですけど、柚子と蜂蜜、柚子蜂蜜、うん、和テイスト、珍しいよ、ちょっと日本で作るか、いただいていいですか、どうぞお願いします。好きだった、ね、いやここね、これね、おっしゃってないではね、まあ、初めてこれ飲んだ時にちょっとね、はい、感動したのよ、ね、本当ですか。いや、まあ、もともと柚子の香りが好きなのもあるし、はい、蜂蜜でしょう、うん、よく思いついたなと思って。でもね、もともとのこのさっき飲んだプレーンの感じもね残ってんのよ、ね、そうなんですよね、きちんとそこがあった上に、きちんとこの香りを変えた時に柚子、え、合うんだみたいな、優しい柚子がきます。そう、これでもね、ほんとね、このこれから冬の時期に鍋で柚子散らすじゃん、ね、あれに、ね、絶対合う、湯豆腐、そうね、すごいよ僕もそう思います。こたつで飲みたいです、飲みたい、これでも本当美味しいと思う、これ、あの柚子絞った甲斐がありました。大きい箱の柚子を絞りましたよ、うん、あ、自分で買ってやったの。そうです、そうです、あ、そうなの。そうですよ、僕らは小さなワイナリーなんで、うん、あの柚子は絞りましたよ。柚子果汁じゃない、柚子果汁じゃない、柚子果汁絞って数やって、本物の柚子をこういうので絞るんです。あの、こうかよくバーでやるような、これ、あ、本当に、あの柚子絞るとき呼んでください、上手ですから知らなかった、ね、それだけ手を加えて作ってるんで、ね、やっぱり思い入もあるんですけど、本当にさっき言ったように、あのこれから冬、うん、あの本当お鍋とかね、いや本当に合う、あのビールの代わりに、うん、ビールも美味しいですけど、こういったね、少し優しい感じも、いや、これ冬場本当にいいと思う、美味しいですよね、うん、いいと思うんですよ。続いて3本目、はい、またフレーバーですけども、はい、今度は、ジンジャー蜂蜜、生姜と蜂蜜です。ちょっと早速、ぜひ、いい香りするね、いいですよね、いいね、美味しい、この、うん、さっきもさ、柚子蜂蜜とか、うん、生姜と蜂蜜って、まあ、そこ自体は合うの、はい、まあ、分かるんだけど、ね、よくこれシードルに入れたよね、リンゴですからね、うん、でもリンゴ蜂蜜は合いますね、あ、まあ、確かにそうね、バーモント、確かにそう、ね、リンゴ蜂蜜そうだね、生姜、まあ、入れるね、カレーに本当に生姜とリンゴと蜂蜜なんで、そうか、相性いいのはやっぱり中華、あ、なるほど、あ、そうね、うん、そうね、中華相性いいですね。お家で中華って結構こう、僕なんかはちゃちゃっとこう炒めて作れるんで、よく作ると思うんですけど、あの少し辛くてもこの甘みがなるほどこう包んでくれますし、この感じはね、すごくあのお家で飲んで中華とかこうアジア系の料理、本当に相性いいなと思います。そうね、うん、これでもそうだね、町中華とかちょっとした中華屋さんでもこれ置けばいいんだね、置いてもらいます、いや俺合うと思うよ合うと思いますよね、本当にあの炒め物とかすごく相性いいかなっていうふうに思いますね。ジャン、中華のね、その食材のジャンを使って合いそうだなっていうのは、
うん、なので僕は個人的にはお家で結構これは重宝しますね。うん、だ中華ほら最後にさ、ツォンジャン言っていてネギ油、ネギと生姜の油とか仕上げにかけたら、生姜の香りとかもするし。しますからね。するする。あこれでもそうね。あそうか中華って発想。うん、いやちょっと早速うちでやってみようかな。お願いします。得意なの。ぜひ。ね。はい。そうかあの、うん、フレーバーシードル、うん、やっぱねさっき中華相性いいと思うんですけど、うんうんうん、シェフのお店だったらこの柚子とジンジャーとかねこうフレーバー使ったものってなんかお料理とかございますか。そうねうちの店だとそうだな。うちあの年末年始じゃないけどこの冬の時期によくこう、はい、まあ前菜とかで。あのまあ、カルパッチョじゃないんだけど、まあ、ポワソンクルとか、まあ、生魚とかそういうお魚とかサラダ系みたいのに、はい、あの柚子と生姜のビネグレットソースっていうのよく冬場作るのね。まさにそう今年はこれ2つ合わせたような感じ。今年はリンゴ入れますかそこに。そうだからでも、ね、すごく合うと思うですね、うん、だからリンゴってほら生のリンゴもさ、はい、よくサラダに入れたりするじゃん、はいはいはい、だからそれだからね例えばあの白身とかヒラメとかでいいけどする人の、はいカルパッチョとかにさ、うん美味しそうね、リンゴの細く長く刻んだのか、うん、骨格でもいいやん、はい、をちょっとバーってやってでその柚子と生姜のビネグレットをちょっと魚にかけてでそうこれ合うじゃん。ね2本あげましょう2本あげましょう。でもさこのねこの量だから、はい、2人で1本ずつ頼んで2種類同時に飲みながらこうどっちがどう試してもらうっていうのも、ね、面白いけどね、うん、それもいいよ ねそれのフレーバー入ってるこのまたいろいろの楽しみはありますよね。だうちでもそういうのやったら面白い、うん、面白いですね。並べてさですね、うんうん、そう次もう一個あるけどねそのお鍋に湯豆腐食べながらで生姜刻んだらこっちとか、ね、そうありますよね。面白そう。柚子胡椒振ったらちょっと柚子とかさ、はいそういうのいいね。面白そうだね。うん、それやってみたい。並べてやりますか鍋。あいいね。鍋パーティー。やろう。やるじゃん。次最後4種類目、スパイスドアプリコットシードル。ぜひシグには試していただきたい。僕は個人的に。香りがさ、まあ、スパイスってだけなの、うん、にあるんだけどね。はい、複雑性と。でも珍しいねシードル飲んでさこの香りが複雑ってさ、ね、なんかねそうでもやっぱし基本的にはその、まあ、アプリコットだねアプリコットですアンズですねアンズに、うん、でもこのさいろんなちょっとアニス系の香りとか、はい、バニラっぽい香りとか、はい、これ実はシロップは僕が作ってます。アンズの時期に、仕込むんですけど、シナモンと、クローブスターチスバニラですね、はい、これはいいね、はい、でもこれあれだねあの6月とかそのアンズのね、はい、あの時期にアンズの時期って短いじゃんすごく短いだからアンズのデザートと一緒にちょっと食べたいかな飲みたいかないいですねアンズコンポートにしてとか、うん、まあ、本当にね期間限定だけど、はい、うちも本当に2週間ぐらいしかやらないんだけど、うんね、アンズのデザートの期間があるんだけどそれと一緒に飲みたいね。これでも本当にいい。嬉しい。ありがとうございます。このスパイス感がすごくいい、ね。あんずってスパイスと合うね。合いますね。合う、うん。でもこれ僕冬もいいなと思ってて、うん。アップルパイとかも面白そうじゃないですか。いい。間違いない。ね、あ、いいね。そうね。そのシナモンさとかね。そう、うん、もうすべてここにリンゴとシナモンが入っスパイスが入ってるんで。アップルパイ食べたい。ちょっとね、あ、何かわいい。いや、ほう、そうだね。そんな感じも ね、先ほど言ったシード、ワインっていうかお酒の入り口じゃないですけど、やっぱりこう、そこにアップルパイはみんな好き。ね、お酒はちょっとって人でもちょっと飲んでもらったらなっていう入り口としては面白いかなと思います。いいね、タルトタタンじゃなくてアップルパイ、ね。アップルパイですね。アップルパイ、ね。アップルパイ。そう。網目になる。そう。あ、そうね。いやちょっとそうか。今時期だな。ちょっとスーパーで売ってるの買ってこうかな。うん、試してみてください。ぜひ試してみてください。絶対うまいと思います。本当にこういったね、長野でもいろんなフレーバーのシードルも始まってるんでね。シードルもぜひ。いやぜひぜひこれ本当に。うん
まあ機会があればこれ4種類こう並べていろんなものに合わせてもらうとフルコースできちゃうじゃないか。楽しいですよね。いろんなのでも鍋だけでもこれいけちゃう、いけちゃう、うん、鍋で2種類は今日ほらデザートでアップルパイ買ってきてさ、最後にこれで一緒に飲んでもらえばもうこれはあの冷やしておいてビール代わりです。そうできましたね。だから年末とかさ、料理作りながらこれ飲んで、プレーン飲んで、鍋つきながらこれ飲んで、つつ飲んで、で終わったらデザートラップ。おお、すごい完璧。ぜひお家でも飲み比べてみてください。